好きなものは石の消えていた物の中のようなおとぎのような心の中無重力バランスの忘却メロディーはなくとも吸い込まれる。価値的なものは忘れ去られた尊敬すべきは神様じゃない。王様はおっしゃった。いや休まる希望のない空も捨てて帰っていった。架空の街静寂の空恋愛も風に溶かして、壁にさえも許せないなら他の方法を考えるだけ。この場所はどの先にも一つだけ水のある惑星をただ作りたいだけ。差し好きなものと歪むのなえ、人は飛びつく新しいものに潰されてる。かつての芸術全てなくして何を作るのか。膝で飛ぶほど気がするもの、恋の空もワインのつまみ、あんな夜も恋の気持ちも炎の中で飛び去っていく。この場所はとても先にも一つだけ水のある惑星を叶う作りたいだけ。 What's real? Never met again in our galaxyさ眠れないのは不安のさなか、主の言葉反論しちゃうけど、大切なものを失ってゆく。この世界で祈り続けてる、生きるため願わくバブルハンドを止めてくれ。全が下げる大丈夫あえて何が遅い。素敵なものと伝説の作品忘れ去られた混乱の日に財産になったら生き残りたち、何も起きないこと誰もが祈る。はい、こんにちは、レジャー木村です。今回の、ウォータースフィアいかがでしたでしょうか。ですね、まあちょっと顔を出すところがこれなかったんで、ちょっと前回ね、ゴッホの曲ね、フラワーバーンズアウト。あれの時も思ったけど、やっぱ顔を出さなきゃダメかなって思った。だからちょっと最後に解説ということでさせていただこうと思ってます。まあ、冒頭にも触れましたけども、まあ、これ、二十歳過ぎぐらいに作った曲なんですね。で、あの時は札幌にいて、札幌の芸術の森ってものすごいでっかいね、ほんと公園みたいなね、テーマパークじゃないけど公園みたいな、まあ、ところで展覧会。なんかその、まあ、美術展示サービス、そういう美術展示する場所があるの。まあ、そう、博物館みたいな、またそういうなんか美術館みたいな、とあって。で、そこで、冒頭に触れたレーム・ブルックさん。の彫刻を見まして、まあ、衝撃を受けましたね。
あの当時アバンギャルドっていうのはね、まあいろんな人がまあその頭角を現したようなそういう時代で、まあその中でそれこそまあベルナール・フジタとかさ、いろんな人がいたんですよ。でレイブルックっていう人その中で聞いたことはなくて、誰なんだろうっていうところから始まって、まあもちろんあの頃ネットとかそんな普及してないし、だからもう何にも調べないで、前調べは普及もしないけど、まあしないで見に行ってやっぱ見てたらすごい作品なんですよね。だからその平和を願ってるっていうか、そういう人なんで、まあその戦争時代にね、戦争は混乱期に、まあ、平和に なっていかないっていうか、どんどん混乱していく中で不安になって、で平和を願う作品をずっと、まあ、作り続けたっていう、で結局ね最終的にはまあ自殺しちゃって、その後ナチスによってまあ作品を全てまあ封印されちゃうっていう、でまあ歴史に絶対名前が残らないようにするって本当にそうなってたからね、そういう人なんですよ。でやっぱこう形に残そうじゃないけど、まあその刺激を受けたっていう曲だってことだけは理解してください。ということで、以上、解説でした。まあ一応なんか機会があったらレイブルックで検索していただいて、本当にいい作品なんで、ぜひとも一回、ご興味ある方はレイブルックでチェックしてみてください。なんか意外と何件かね、その固定みたいなのやってるんで、何件か調べられますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼します。